現在の三数市宮殿の航空写真。宮殿の正面左には1771から75年に建造された旧オレンジ栽培温室の新艇。右には絵画館が確認できる。三数市宮殿はドイツ北東部の首都ベルリンから南西約30キロメートル、ブランデンブルク州の州都ポツダム市街の西に広がる、三数市公園北東部に立つ。 ロココ建築の宮殿。算数史とは、もともと、フランス語で、ういなしを意味し、日本や中国では簡約して、無遊宮とも呼ぶ。1990年に、宮殿の建物及び庭園は、ポツダムとベルリンの宮殿群と、公園群の一つとして、ユネスコの世界遺産に登録された。1950年以降に撮影された、ボルテールの部屋。 プロイセン王国時代の1745年から1747年にかけてフリードリヒ2世の命によってわずか2年で建てられた。フリードリヒ2世が開始した第二次シュレージエン戦争の最中に実行されたこの建築計画による散財はマリア・テレジア率いる敵対国王ストリアに対する挑戦的行為とも捉えられたかもしれない。この宮殿は 陰鬱なベルリンの王宮を離れて暮らすための政治的機能から切り離されたフリードリヒ2世の夏の離宮として建てられた。だが結果的には三数子の宮殿は離宮ではなくフリードリヒ2世の居城として機能した。この宮殿の建築に関してはフリードリヒ2世自ら設計の一部を行った。1744年作成の 算数子宮殿平メインズ。専門家として設計を担当したフリードリヒ二世の友人の建築家クノーベルスドルフは、より壮麗な宮殿の建築プランを提案したが、王の趣味を反映してこじんまりとした勝者な建物として建築された。規模は、東西の全長が100メートル、部屋数12、宮殿としては小さいサイズである。 また三数子宮殿は平屋建てで、ベルサイユやルーブル、シェーンブルンの多層構造を持つ宮殿に比べると、高さはずっと控えめである。宮殿中央部は、大理石造りの広間、大円の間で、ここでは、晩餐会や音楽会が行われた。両端に、円形の間がある。西翼は、客用で、ボルテールが一時期滞在したことでも知られる。東翼は、 フリードリヒ2世の資質があり、執務室検診室や書斎が置かれた。なお、7年戦争後に、プロイセンの国威発揚のため、近くに、ベルサイユ宮殿を申した、大規模な宮殿が建てられた。これを、新宮殿と呼ぶ。三数子宮殿の現在の外観。庭園を望む正面の様子。三数子宮殿は平屋建てで、装飾面が、比較的少なく、外装は、 ベルサイユ宮殿などと比べると簡素である。屋根は青、壁はウィーンのシェーンブルン宮殿やベルサイユのショートリアノンと同じく明るい黄色に塗られている。その他の部分は白色を呈している。建築工法には双子円柱が半円を描いて並ぶ列中路を従えている。庭に面するファサードには開口部が広く取られ、床からエンタブラチュア部分に至る背の 高い、細長く伸びた硬室器窓が設けられている。ドーム型の屋根には、牛の目型の窓が設けられ、間には装飾用の壺を模した彫刻が置かれている。建築正面に取り付けられた日本一組の、付け柱上部には、カリアティッド風に、人物彫刻が配され、エンタブラチュアを支える姿勢を取る。最上部には、近世ヨーロッパの他の宮廷と同様に、 彫像をいただく欄間が設けられている。算数子宮殿音楽演奏室の内装の現状。算数子宮殿は、外装は簡素だが、室内は、いわゆる、フリードリヒ式ロココの様式で、壁から天井まで豪華に飾られている。同様式は18世紀ヨーロッパで流行した、装飾スタイルに追従し、自然な花綱飾りと主張色として用いられる。 パステルカラーを洋式上の特徴としている。音楽演奏室現場でフリードリヒシキロココ洋式の装飾が確認される部屋。白塗りの壁及び天井にツタのモチーフを中心に用いた金色の植物モニオ装飾が施されている。壁面はやはり金色の植物モニオの額で囲まれた神話主題の描かれた絵画。 あるいは大型の鏡が取り付けられている。その前には壁に接する形でチョイス、コモード、コンソールが設置されている。室内にはフリードリヒ2世が愛用したものとおぼし式フルートを収める透明ケースを乗せた鍵盤楽器、金箔で覆った木製の肘掛け、足、背もたれの枠を曲線が支配し、座席と背もたれ部分に、 真紅色の布地を貼った18世紀様式の肘掛ケースが配されている。床は明暗2種の木片により一末模様が組まれたよりき、細工で敷かれている。1746年頃の算数子宮殿と庭園の様子。18世紀の状態と同様に、現在でも宮殿の前には六段に連なるテラスが展開し、その左右に整然と列をなす。 波木群が植えられている。庭園は直角に交差する散歩道を有し、樹木や彫像が左右対称に配されている。これは、ボーイコールルイコールビコ城やベルサイユ宮殿の庭園に代表される平面幾何学式庭園、いわゆるフランスバロック庭園様式の特徴である。三数子宮殿執務室検診室の内装の八百三十年代末期の様子。 古典主義様式にデザインし直された後の姿。特に家具に関しては曲線を多用した18世紀の様式とは異なり、直線部分の利用が目立つ。ブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典の解説。コトバンク。2018年7月14日閲覧。ドリンダ・アウトラム・ルー・パノラマ・オブ・ザ・エンライトゥンメント、ロンドン、テームズ・アンド・ハドソン、2006。 P230、ルー、オーパス、CIT、フリードリヒ2世と同様に、他の近世ヨーロッパの君主たちも、居住地として、首都の中心地以外に離宮を構える習慣を持っていた。例えば、フランス王は、パリの宮殿は使用せず、ベルサイユで暮らしていた。スペイン王もマドリードに、ブエンレティーロ離宮と庭園を持っていた。ドイツの他の君主たちも、 同様の住居を保有していた。その例として、オーストリアのシェーンブルンに作られた、神聖ローマ皇帝の夏の理球を挙げることができる。音楽会が催された際には、フリードリヒ二世がフルートを演奏したと伝えられる。ルー、オーパス、CIT。ありがとうございます。